はい。ちょっと、後日です。あれから数日経ちまして、もう動画編集、前まで撮ってた動画編集もある程度終わって、一旦整理してから、改めて撮ってる状況です。で、第二実験室の場所がね、わからないって言って終わったんだよね。で、あれからちょっと考えましてですね、一回ここで入るじゃん。で、ここでいろいろとね、調べられるようにはなるんだけど、俺、前回ここに初めて来たとき、こっちの左側の部屋の部分しか調べてなかったの。で、俺編集してて気づいたのが、この操縦盤、ここで、一番最初、鍵を差し込むときに、何かを操作したような気がするけど、でも、そんなことしたっけな、みたいなことをね、レン君が言ってたんだよ。それを編集中に気がついて、ここもしかしてなんかあるのではと思ってたんだけど、これ読んでないんだよ。ちょっと読んでみようか。みんなが死んでいた部屋。所長の筋力的に死体をあそこまで持っていくのは無理だろうな。多分、みんなが自分の意志であそこまで行ったんだと思うけど、所長がみんなを騙して連れていくのは無理だと思うし、でもなおさら変だな。こんな実験の説明聞かされたら、普通ついていかないと思うが。これは初耳。で、この後に記憶を読めるようになるはずなんだけど、そこでもまた、なるのかな？この部屋の記憶を読み取れるようになりました。さあ、一番気になってるのがマジでここ。なかった。え？じゃあ俺の読み違うんだけど。え？さっきのあれだけ？マジ？ここを調べると多分前回のセーブ計画を実行する前の愛ちゃんが出てくると思うんだよ。あ、なんかちょっと違う気がする。今もう少しだけ見せてくれってあったよね。これ以上は許さないよって前回は拒まれなかったっけ？そうだよね。でも、この実験を実行する、しようとする私がわからない。ああ、そうだそうだ。愛が欲しいから。私への見返りが欲しいから。きっとそうだ。そう。みんなが死ぬなら、その前にもらえればいいんだから。そのための、口実の、実験。違う。泣いてる。だから、こうやって必死なんでしょ、私。それ以外の理由は、ない。ただ、その結果、みんなが助かったら、いいなって。違う。規則的には、処罰を受けるのは当たり前。死ねと言われたら、それを守らなければ。でも、違う。だから、これはみんなを助ける実験じゃない。私のための実験だから。ちょっと間入っちゃって申し訳ないんだけどさ、一回エンディングムービーが流れた最後の愛ちゃんとのやりとりがあったでしょ？で、あそこで一回選択肢で、この実験のためにこの、ね、事件か、を起こしたのか、それともみんなを助けるためにこの事件を起こしたのかっていう二つの選択肢があったでしょ？で、あそこで、
その時の俺は、みんなを助けるためにこの実験を行ったってどういうことやねんって言って、一回下を選んで、で、バッドエンド4だっけなに進んだんだよ。で、その後に、もう一つの選択肢選んだらどうなるんだろうって言って選んだ後に、なんか文字化けした選択肢が出てきたでしょ。うん。で、その対話が始まる前に、ちゃんと説明されてたことをすっかり忘れてたんだけど、調べ足りない部分があった場合は、その選択肢は文字化けして出てきますっていう風に書かれてたんだよ。うん、つまり、文字化けして出てくる選択肢が存在するということは、そっちのルートが正しいんだよね。要するに、今回愛ちゃんがこの事件を起こしたきっかけは、理由はわからないけれども、みんなを助けるためにこの行動、実験を起こしたっていう。それがおそらく真実なんだよね。だから、そこの理由をこれから知っていきたいんだけど、まあ今、新しい、ね、話が流れた感じ、増えるのかな。ちょっとわかんないけど。で、こっから多分また、愛ちゃんとの対話になるでしょ？あれ？こんなんあったっけ？なら、僕もそれは認めない。増えた。実験の書類を知られても焦らなかったんだ。それなのに、この部屋に入った時、焦っていたということは、この部屋にまだ何かがあるんだろう。なら、ここで押し潰されるわけにはいかないんだ。探すんだ、真実を。じゃあやっぱここの部屋で、第二実験室に伝わる続く道があるじゃね。ここのクローゼットとかさ、何もなかった。じゃあやっぱあとパーソナルコンピューター？違う？操縦盤？思い当たるのはここら辺だけど違うのか。あとお電話か。お電話プルル？お電話プルル。お電話プルル？多分やっちゃって助からなくて焦って電話したんじゃないの？愛ちゃんが。警察に電話したけど、これで情報漏洩になるかな。彼はまだ疑惑でとどまってるから、これで上の人たちの目が私に向けば。でも、もしも全員が対象になってしまったら。あれ？規則を破ったらいけない。でも、今、破っちゃった。処罰は受けなきゃ。でも、時間がない。最終手段を考えなきゃ。規則を守りながら。僕が情報を持ち出そうとして、それを所長がバレないようにしたのか。というか、そもそも、情報漏洩で殺されるなんてこと、あるのか。それと、規則と葛藤していた気がする。なんでそこまで？これについてもね、ちょっと、まだあくまで予想の話でしかないんだけど、前回さ、みことくんのノート、日記を読んだでしょ？ロッカーの中で。あそこの中で、なんか、機械みたいな感じのことを書かれてたはずなんだよね。だから、まあ、機械かどうかはさておきとして、でも、エンディングでも2歳って書かれてたし、去年2歳って書かれてたし、自己紹介でも2歳って言ってるんだよ、愛ちゃんは。で、2年前までは愛ちゃんのことを人間だと思ってなかったって、みこと自身も言ってるんだよね。というとさ、2年前に愛ちゃんは生まれて、今のぐらいまで成長なのかどうかわからないけれども、そんなことをね、普通の人間だと不可能なんだから、アンドロイドではないにしろ、何かしらの生物実験的なもので、愛ちゃんは生まれた、存在なのではないかと
私ちょっと編集しながら考えていたんですけど、あくまで予想だけどね。ああ、同じものだった。実験用の小動物。ほら、早く外に行きなさい。実験動物は私が代わってあげる。だから私の代わりに自由に。ああ、こんなこと言ったら、レンにまた怒られるね。実験用の動物を逃がしてたのか。外に出たければ出ればいいのに。まさか規則だからとか言わないよな。これもね、編集中にまた気づいたことなんだけど、一回さ、この部屋で記憶を何回も読もうとして愛ちゃんに拒絶されて、結果的に体を奪われるぐらいならって言ってナイフを刺そうとしたけど、それを愛ちゃん自身に止められて、まあ、なんとかね、死なずに済んだっていうくだりがあったと思うんだけど、あそこで多分つながってる話なんだよね。今のもなんか意外と愛ちゃんは優しい子なんだなっていうのがすごく散りばめられてる。それに全然俺気づかなかったけど、そういう子なんだなっていうふうに分かるとハッとさせられるのが多かったね。編集しながらマジで気づいたことばっかりだったけど、これもか。私は最後まで普通の女の子でありたい。あ、最近お兄ちゃんがいろいろ言ってくるから余計なことされそう。何かされたらそれを消せばいいか。胸が苦しい。健康状態は問題ないのに。これは、なぜ？何度か見たり聞いたりしてるけど、普通って何のことだ？確かに所長は他の人とかなり雰囲気が違うけど。あ、だ、あ、これで全部。もういいでしょ。もうすぐ実験は終わる。まだだろ。肝心なところがまだ分かってはいない。そういえばこの第二実験室の鍵はどこで使うんだ。やっと来た。てか蓮くんから言ってくれるんだ。じゃあんなに探さなくてよかったな。前回の動画切った後も2、30分ずっと探し回ってやめたんよ。ちょっと休憩しようって言って。所長室のどこかにあったはずだが。所長室のどこかにあったはずなんて書いてあったっけ。ちょっと待って、俺もしかして三笠くんのノートに書いてあった、こんなこと。あれ俺やらかしてた。マジ。いや、そんなことないわ。あ、びっくりした。そうだよね。そんなことないよね。なんで僕は第二実験室がここにあるって思ったんだ。そういえば、僕は重要な情報を持ち出そうとしたんだよな。それを僕に目が向けられないように所長がかばって。僕はどこからその情報を手に入れたんだ。そうか。きっと僕は第二実験室に入ったことがあるんだ。なんとなくだけど、それを覚えているんだ。この部屋のどこかにある第二実験室を探そう。もうずっとここが怪しいと思ってるんだけど。ほら。なんでこんな何もないクローゼットがあるんだ。あ、アクションか。え？となると、この状況でなんか、話、あ、変わっとる。
ここで初めて規則を破ったんだな。ここら辺も可愛い女の子か。お前何をしたか、ここは変わってないの。ああ、そうそうそう、これ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 。二つ鍵が刺すところがあるっつってたのに、一つしか刺さなかったから、これも違和感だったんだよ、ずっと。ここにもう一つ鍵を刺すところがあるな。そういえば、僕らが知る実験室は、ここを操作する必要があったよな。もしかしたら。ちょっと待って。ここは？鉄格子は？なんもない。そういえば、前の所長は彼女と巫女の親だったよな。手入れされてないし、前の所長のものなのかな、ここにあるのは。そうだったんだ。まぁ、ちょっと、小さい情報だったけど、ちょっと、聞いてよかったね。じゃあ、刺してみる。いきます。あ、の前にメモリーは？あー、メモリー。あ、メモリーいける。上書きでいっか。ちょっと怖いしね。あー。もしかしたら、いきます。使えたな。でも、何が変わったんだ？ここ？おお、ほら。クローゼットの奥の板が外れており奥に進めそうだ。普通のクローゼットじゃなかったのか。この先がもしかして第二実験室か。そう言われてみるとさ、レン君がこの部屋に入って、鉄格子を眺めてるアイちゃんを見たことがあるっていう話があったよね。だからその時にもしかしたら、それがきっかけなのかその時なのかわかんないけれども、ここに気づいて入っちゃったのか。まあ、とにもかくにも行ってみましょう。レッツラゴーゴー。ああ、割れとる。本当に、あったんだな。そしてここに、彼女が隠したかった何かがあるのか。奥にノートパソコンがあるな。うわ。再生について。何それ？実験の結果、致命傷を負っても生命力さえ尽きていなければ何度でも再生が可能ということが分かった。また一時的に死を迎えたとしても蘇生が可能だが、生命力が尽きた状態で死を迎えると対象は死亡する。その細胞を他者に移植し成功すれば致命傷を負った者も再生できる可能性があるが、成功率は低く実用的ではない。だから美月ちゃん一回生き返ったんだ。今のは資料を見た時の記憶か。知能について。頭脳は人工知能、かっこ AI を搭載し、学習させたことであれば確実に遂行することができ、設定外行動、命令無視をすることはできない。しかし、融通が効かないという欠点もある。人間を元にしているため感情を乱せる可能性があり、欠点を補うため感情を乱す実験を行ったが成功はしていない。これは、ここで見つけた情報で。尾行。見た目は人間。驚異的な再生能力と頭脳を持つ存在は悪用されれば、膨大な被害が予想されるため、情報漏洩者とその関係者は処分対象とする。また、生み出された人造人間をホムンクルスと呼ぶことにする。2017年、ホムンクルス一体誕生。色素異常アルビノと見られるが、支障なし。人造人間だったんだ。上条の親族として研究所内に在籍させ、研究所内のみ活動を許可する。ホムンクルス。
研究所内のどこかにいて、2月17日に生まれた色素異常がある誰か。僕はこれを見て、実験体として扱われるのが許せなくて、これを告発して何とかしようと。それで準備をしていた時に、彼女のセーブ計画の資料を見て疑ってしまって、彼女の元に行こう。この奥にいるってこと。ロックも解除されているが変形しており扉が開けられない。ん？ナイフ。ん？彼女の元に行こうってことは死体のところに戻るって話？ああ、いる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 。私の意思がここまで通らないとは。ここからは一緒かな。はい、なぜならこの実験はみんなを救出するための実験だから。これでしょ、要は。私がみんなを助けようとした。なぜそう思うの？なぜか、なぜかは。あったー。こっからです。この実験は、君が愛を手に入れるためにみんなを殺した実験。だと思っていた。思っていた。私はみんなを実験で殺し、愛を得ようとした。間違ってはいないけど。君の記憶と僕の記憶を見て、不自然な部分に気づいたんだ。そして君がみんなを救出しようとしていたのなら、辻褄が合う気がするんだ。君はみんなを殺していない。そしてこの実験は、不自然な部分なんて、ない。私、理解し、その回答を受け付けない。承諾、承諾、承諾、なぜこれも実況する方に、私は答え、あなたの答えを否定する。愛の抵抗が強くなりました。進んだぞ。じゃ、こっからもう別にしよう。なぜ私が殺していないと言い切れる？私はみんなを殺した。それは見てわかることでしょう。それは、ない。みんなは銃で殺されていたから、君にはできないはずだ。その理由は、愛は誰かを殺すときはナイフを使うはずだ。愛は規則に従う。愛は命令されなければ殺さないから。まあ、真ん中か？この研究所内に銃なんてなかっただろう。そうだけど、それが？君は規則に忠実だった。外に出なかったのも規則だったからだろう。外に出れない君には銃を手にする手段がないんだ。別の誰かが持ち込んで、君が実験のために殺したって可能性もあるけど、この研究所は関係者以外立ち入りはできない。関係者が持ち込んだとして、僕のために規則を破った君に渡すか。僕ならやらないな。つまりみんなを殺したのは君じゃない。あの情報を知ってしまったから、その研究所の関係者に殺された。違う。私はみんなの体の一部を交換してもらった。自分の欲のために、愛が欲しいがために。その結果みんなは死んだ。そもそもそれが不自然なんだ。
なぜなら、みんなに相談しなかったか。葵を生かしたから。そうだよね。葵生かした子だったら、葵も殺すよな。違う？葵を生かした。確かそれも、あ、違うの？あらららららら。みんなに相談しなかったから。これ？そう、それは違うよね。そうだよ。みんなきっとそれもできなかったんだ。あー、まずいっぴ。したか？体の交換は必要ないから。それを理解できないからしようと思ってたっていう体にしてるだけであって、それが不要だという、不必要だということはもう愛ちゃん自身は分かりきってたって話なのね。要は。つまり。いくらホムンクルスとはいえ。君は不必要なことはしない人だ。だから、愛が欲しいだけなら、体の交換は必要ないんだ。自分の体を、みんなに渡す必要がないはずだ。しかもみんなは死んでいたはずだ。なおさら死体にすることじゃない。なら、それをする理由は、この実験の本来の目的は、愛の体の一部を移植すること。逆だったんだね。そうだろ、愛。それこそ、意味がわからない。死体にわざわざ体を移植するなんて。確かに、普通に考えたら意味はない。でも、君にとっては意味があった。君の存在が特殊で、それの可能性を信じたんだろう。第二実験室に入らなければ、永遠にわからなかっただろうな。君が何者なのか、それを知ったから言えるんだ。君が、違う。君が人間ではないから。この研究所で秘密裏に研究されていた人造人間。それならこの実験の意味もわかるんだ。再生する細胞、それの移植、可能性は低く現実的ではないけど、蘇生の奇跡を信じた実験。美月が一時的に蘇生したのは、その実験のおかげなんだろう。ただ、生命力が足りなくて、すぐに死亡した。面白いこと言うね。あんな、デタラメな情報を信じるなんて。デタラメだったら、こんなことにはなってないだろう。かたくなに話そうとしないな。なんでここまで隠すのか。確か普通の女の子でありたいって言ってたな。そうありたい理由は、しただろう。違うの。みんなすでにその理由は必要ないはず。あれ？じゃあこれか、こっちか。考えろ、考えるんだ。特に蓮に嫌われたくない。じゃあもう真ん中しかないじゃん。これは僕の勘違いかもしれないけど、ここにいたみんなも同じことを言うとは思うけど、何者であったとしても、君は少し不器用な、ただの女の子だよ。嫌いになんかなるわけがない。だから、もう何も隠さなくていいから。
レンの言う通り、私は2年前、ここで生み出された存在。人工的に作られた人間、ホムンクルス。2年前か。君のプロフィールの2歳っていうのは、冗談じゃなかったんだな。ああ、そういえば、愛は冗談とか言わない人だったもんな。私は正確に求められた回答に答えるように作られている。だからレンの質問にも正確に答えただけ。いやいや、2歳はこんなに大きくならないからな。規則に忠実だったのもそう作られていたからか。私は命令を受け、完璧に遂行するように設定されている。規則を破るということは命令に反することで存在意義に反する。あってはならないんだよ。でも、愛は規則を破ったじゃないか。あの時の私は、情報の処理が追いつかなかったんだと思う。結果的に私の行動に、一時的な不具合が生じた。でも、みんなの体をもらったのは、確実に私の意志で。私は本当に、愛が理解したかったし、欲しかったから。君の意志か。そう、この不完全な実験は私の意志だよ。再生ができ、人工知能を持つ存在でも、実際はこんなにも不完全。ひどいものでしょ。命令を守れず、みんなも救えず、愛のことも理解できなかった。取り柄である実験でさえ失敗に終わったんだ。本当にそうなのか。確認しなくてもそうでしょ。何も得てはいないのだから。見てわかる通り失敗なんだよ。本当にそうなのか。本当に全て失敗したのか。本当に彼女は愛を理解できていないのか。ダメだったみたいです。もうなんか読んでるとすっかり忘れちゃう。そうか、反論だから、もう愛ちゃんのこの言葉に反論するためにもうアクションしていいんだね。てっきり今までさ、これはレン君の言葉か愛ちゃんの言葉かっていうので、愛ちゃんの言葉だったらアクション押せっていう感じでね、把握しちゃってるからさ、反論ね、反論するために押せっちゅう話ね。で、失敗っていうのはみんなを助けられず愛を得ることができなかったことか。もしもそれを失敗だというのなら、違う。成功したとでも言うの？今こうして僕が生きているのは、この実験が成功したからだろう。それと確かにみんなは死んで、みんなの愛はもう手に入れられないだろう。イントネーション、手に入れられないだろう。でもみんなも僕と君と同じ立場だったのなら、同じことをしたと思う。何が何でも命令を破って同じことをしただろうから。どうしてだと思う？どうしてか、どうして。きっとそれは大切だったから。その気持ちを言葉にするなら何だと思う？愛。僕たちも同じ気持ちだったんだ。だから、もう君は手にしていたんだ。そして君も僕たちに愛をくれていたんだよ。逆に僕の方が理解できていなかったのかもしれない。え？情報を持ち出そうとした僕を、かばってくれた君を、僕たちのために命を懸けて救おうとした君を疑ってしまった。そもそも僕があんなことをしなければ。ああ、それは仕方がないと思うよ。いつかは口封じされていただろうし。
それが少し早くなっちゃっただけ。悪いのはすべて私の存在。違う、全部全部僕は何もかもうまくできな。あらら、そろそろ時間みたいだね。時間って何のことだよ。私は実験のためにみんなに体の一部を分け与えた。その体に残る私の部位は脳のほんの一部分しかない。それしか残っていない状態だとさすがな私も存在の維持は難しい。でもレンを助けられることにつながるなら私は構わない。嘘だろ。ねえ、心躍ったのは2回目って言ったよね。1回目はいつだったと思う？え？レンのパソコンのパスワードが私の誕生日だった時だよ。私、教わってないことはわからないけれど、これもきっと愛で合ってるんだよね。だから私はあなたに生きていてほしいって強く願うよ。それはあなたが私と同じ立場だったのならきっと同じことを言ったでしょ。だから絶対だからね。愛の位置がこの体から消失しました。愛を上書きしました。コマンドシステムを終了します。生きてほしいってそんなの許されないだろう。でも確かにね、生きてほしいのはわかるし、愛ちゃんの愛の結果レン君がこういうね、だいぶいびつだけどさ、もともとは同僚の同い年ぐらいの同世代の女の子の体見た目の中に男の子としての人格が存在しちゃってるから、しかもそれが蘇生されたっていう形で、これからどう生きていけばいいのかなんて何もわからないよね、きっと。で、葵ちゃんは葵ちゃんで生きてるし、ここで多分葵ちゃんがいなかったら絶対自死してるんだよ、レン君。こういうこのルートで最後までここまで来たとしても、でも葵ちゃんがいるからどうするんだろうっていう感じだよね。あ、お兄ちゃん、何かあったの？なんでもない。立てるか、葵。うん。お兄ちゃん。あれ？これ一緒じゃね？葵、先に行っててくれ。やり残したことがあるから。でも。うん、わかった。これやっぱナイフ、葵ちゃんに渡しとかないと、このエンドになるのか？そんな気はしてたんだけど、あ、違う？みんなのこと弔うとか？そういう話？うん、うん、うん。勝手に動いてる。勝手に動いてる。ずっと一緒に。うん？愛ちゃん。
あ、生きる道選んだ。ってことだよね。上書き合い。これはもうトゥルーでしょ。いやということで、ちょっと BGM でっかいな。ということでですね、上書き合い、ちょっと今音量下げました。上書き合い無事にクリアしたということで、合ってるよね、クリアで。あー、これさ、マジ、あ、このミニキャラで描かれてんのもいいね。あそっか、アイちゃんは何も悪くなかったんだね。あー、ハート、あはは、アイちゃん疑ってごめんよ。トゥルーエンド、はい。エクストラの制限が解除されました。これか。おまけ部屋的な話？あ、かわいい。あ、かわいい。なんだこれ。あ、手紙だ。え、かわいい。やかろ、あ、制作者さんだ。じゃ、完全におまけ部屋だね。あ、生年月日。やかろさんの生年月日やん。ロリでありたい。8月2日、性別。何や。出身、角うさぎの家。今日はね、すべての人に心をお話を作ること。だいぶぶっ刺さりました、今回も。ありがとうございます。好きなこと、ゲーム創作。好きな食べ物。魚得意なこと、大できる。できない。この手紙を見つけられるのかと思っていたりしたけれど、見つけてくれてありがとう。カクタクと比べると変わったギミックが多かったと思います。楽しめていただけたでしょうか。ツノウサギの家はこれからもみんなの心を刺していきたいと思います。よろしくお願いします。いや、もうだいぶぶっ刺さりました。ありがとうございます。白金すみさんでいいのかな。白金すみさん。年齢10歳、ほんと ?12 月8日、将来の夢ない。好きなこと、ゲーム。好きな食べ物、ない。好きなこと、大体できる。絵とシナリオ以外。ここまでプレイしてくれた皆様、本当にありがとうございます。裏書き合いは自作プラグインをたくさん作っているので、他の作る作品とはちょっと違った感じが出てたら嬉しいです。これからもそのうさぎのようなゲーム作るので、よければ遊んでみてください。本当に10歳っぽいな、なんか。え、本当に10歳の子が関わってるの、すごくない？1月23日、年齢0歳。おぉ、もうね、0歳に300ヶ月をかけると、1年が12ヶ月だから、300割る やめろ、選択するなって言われると、やめます。後でしときます。おい素敵な音楽を作ること、好きなことゲーム、好きな食べ物に行く、そういうの代替できる、できないことも、みんな代替できちゃって、すごい。素敵な作品に BGM という形で携われてとても嬉しいです。皆さんの心に刺すお手伝いができたらいいなと思います。かわいい。これ何？ハッピーバースデー検索？これみんなの誕生日。全員の誕生日、そういえば書かれてたね、履歴書に。あー、すごい。神女は2年前に作られた人造人間。人間の素材、体の素材は人間、頭脳は人工知能。そのため設定を超えた行動を起こすことができないはずだった。一切処分の際、再生するが、その際に生命力をほぼ使用しており、その状態でみんなに体を分け与えたため、再生できず死亡した。手に嫌われたくなくて、最後の最後まで実験を隠そうとして。あ、みんなが殺された時に、愛ちゃんも処分対象になってたんだもん。連帯責任。っていう言葉ではあんまり片付けたくはないけど、だけど、まあ、多分相当こいつの再生力はすごいからって言って大量に銃を撃たれたんだろうね、きっと。
だから、あの、美月ちゃんが愛ちゃんの体で生き返った時も、大量の重曹があるみたいな。それ、確かにそう言われてみると違和感はいっぱいあるんだな。やっぱ、目先の情報だけで考えちゃいがちだからさ、人間っていうのは。まあ、そうじゃない人もいるのはいるんだろうけど。そういうミスリードをね、引っ張ってっていうストーリー作りが、すごくうまい。と思う。エンディング。これだけ見れてないんだよね。まあでも、こっから見れるってこと？はいはい。音楽。音楽もね、良かったね。全部多分オリジナルでしょ？ BGM、作曲家さんでいいのかな？をチームとしてやってるんだったら。エンディングヒント。ああ、これはちょっとモザイクかもしれない。これはね、さすがにね、ご自身で遊んでいただいてって感じだけど。まあ大体そんな感じかな。まあ詳しくはね、もっとハッピーバースデー検索とかで、ハッピーバースデー検索っていうのもいいんだけど、とかでいろいろ見れたり音楽もね、聴けたりすると思うんですけど、まあそこら辺はね、ぜひ、皆さんご自身でね、遊んでいただいて、自分の手で楽しんでいただければいいなと思いますので、ね、ダウンロードリンクは概要欄に貼ってありますので、よければね、皆さんも、この素晴らしい作品、遊んでみてください。この壁紙普通に欲しいんだよ。やっぱね、ヤカロさんの作品の、これ絵とかも全部ヤカロさんなのかな？やっぱね、可愛らしくて好きなんだよね。オロホスの夢の時もそうだったけど。あ、かわ。ちょっと、最後に、おまけでもないんだろうけど、これ、一番最初ね。一番最初、ニューゲームした時に、ここで、パソコンを見て、自分の顔が自分の記憶と違う人物の顔になってるっていう、そこでね、なんか葛藤が始まるじゃない。ここで愛ちゃんがね、一瞬出てくるわけですよ。お前は誰だっつって、ここでここが光るんよ。あ、押せない、失敗しました。なんとか機能していません。へぇー。あ、そうだ、これが僕だ。へぇー、こういう風になるんだ。ちょっと、編集しててこれが気になったので、ちょっと試したかっただけです。でもすごいね、ちゃんと、こういう小ネタも用意してあるんだね。こういう小ネタをいっぱい用意してくれてるゲームって俺好きなんだよな。ということで以上おまけでした。ありがとうございます。はい、ということで、以上で上書き合いでございました。いやー、今回もね、見事にね、ぶっ刺さりましたね。本当、動画実況始める前にも話したと思うんだけど、こうなんかね、怒ったことは変えられないけど、その上でどういうルート、生き方をすれば一番いいのかみたいな。ね、そこがなんか、そういう物語作りがすごくうまいと思うし、結構さ、こういう話だとさ、特にフリーゲームとかだとありがちだと思うんだけど、ま、例えばね、今回の上書き屋みたいな事件が起こってしまいました。うん、で、一通り解決したけど、でもみんなは救われてない。どうやったらみんなを助けられるんだろうってなった時に、愛ちゃんがタイムリープの能力を特殊能力を持ってました。ただそれを使えるのは一度きりですって言って、タイムリープして、みんなが死んじゃった時の出来事を阻止して、みんな生き残ってハッピーだねみたいな。ありがちじゃん。いや、そういう作品作りをしてる方々の、そういう、作り方を別に否定するわけでもないんだけど、それはそれで一つの粋なストーリーというかさ、ね、一つの作品としての味があると思うから、いいと思うの。それが生きる作品もあると思うし、そうすることで。うん。実際にそういう風に、結局みんなが何事もなく、
ね、平和に暮らせるようになってよかったねっていう作品もこれまで俺も数々知ってきたし、見てきたし、好きな作品もあるけど、それはそれとして、上書き合い、この作品は、このエンドで行きじゃん。結局、救われたのは、まあ、葵ちゃんは、まあ、一旦置いとくとしても、結局救われたのは蓮くんだけ。うん。愛ちゃんも結局、蓮くんの中で一緒に生きられるはずもなく、うん。蓮くんと葵ちゃん、相原兄弟しか生き残ることはできなかったけれども、まあ、最初はね、てっきりこれはすべて愛ちゃんの仕業で、愛ちゃん自身が自分の欲求、欲望のためだけに実験をして、みんなを殺害したっていうふうに思ってたけど、よくよく話を深掘ってみたら、そんなのは全部デタラメで、愛ちゃんがみんなを助けるために自分を犠牲にしてまで助けてくれたっていう。いやまあ、ねえ、まあ、その、一つのさ、エンディングとして、バッドエンドではあったけど、バッドエンド4だったっけな。あの、愛ちゃんからその事実、真実を告げられた結果、葵ちゃんだけ施設から逃がして、蓮くんはその施設内で自死して、違う意味でみんな一緒。まあ、葵ちゃんは一緒にはならないけど、違う意味でみんな一緒っていうエンディング、バッドエンドもあったじゃん。あれでもいいんだけど、それよりもやっぱね、愛ちゃんに生きてほしいって言われて背中を押されて、まあ、姿形だいぶ変わっちゃったけど、みつきちゃんの姿形、まあ、みつきちゃんの顔ではあるけど、目はひとみちゃんだし、心臓はみことくんだし、なんか、いろいろとすごいことにはなってる体ではあるけれど、ね、本当に果たしてその体で今後、ね、に、ちゃんと一人の人間として、まあ、60、70、80歳ぐらいまで生きられるか、そこら辺はわからないけれども、まあ、少なくとも、ね、今後しばらくは平和に暮らせるように生きようって、蓮くんもね、愛ちゃんに背中を押されて、なってくれたし、そういう、なんか、ね、最初、これもまた最初に言ったと思うんだけど、すごく悲しいし、切ないし、虚しさはあるけど、美しい物語が、うん。すごく、ギュッとされるようなさ、胸を、ギュッとされるような。いや、ちょっと、今あのイラスト見たら、あのイラストとか写真見たら、すげえギュッとするんだろうな。今見れてないけど。あのみんなの集合写真見たらすげえギュッとするんだろうな。ほら、多分今編集で出してると思うけど。みんなもギュッとして、ほら。で、ヤカロさんの作品はね、僕自身はオロホスの夢と、まあ、今回の、ね、上書き合いと、もう一つ作品、まあ、それは他の方の実況動画で知ってるんですけれども、実際に見たことあるんですけど、本当に、やっぱ刺さる、心に刺さるストーリー作り上手な方なので、うん、これからもね、いろんな作品作っていってほしいですし、これからも、もし新作が出たらね、遊びたいなと、もう遊ばせてもらいたいな、なんて思ってます。うん、まあ、あと他にも、ね、内容知らないゲームもいくつかあったりするので、それも機会があったらやりたいなと思いつつ、うん、今後のご活躍にね、期待して終わりたいと思います。本当に上書き合い素晴らしい作品でした。ありがとうございました。ということで、だいぶ長々とな、ね、エンディングトークになってしまいましたけれども、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。この動画少しでも面白かったよとか、楽しかったよって思ってくださった方は、ぜひ、高評価とチャンネル登録していっていただけると嬉しいです。まあ、普段はね、ソシャゲだったりとか、CS のゲームだったりとかなんだが、いろいろゲーム実況しておりますのでね、ゲーム好きな方とかね、ぜひ登録のほどよろしくお願いいたします。それでは本当に長らく最後までありがとうございました。これにて上書きは終わりたいと思います。また次の動画にてお会いいたしましょう。バイバイ。